った駒の林が昨日予選を勝っていましたが、千葉の2人が上昇してまた様の小島を抑えました。4番の鏡がさらに1本切るかどうかなんですが、さあ動きました。8番の原田の先生、4番の鏡が切って、さあ9番の相笠の仕掛ける順番になっています。レースはジャンマイの2コーナーに入りました。4番の鏡の前勝負、これ9番の相笠が抑えて主導権です。さあ鏡踏み込んでいって4番手に入れるかどうかなんですが、さあ外から様の小島が動いていって、さあ9番の相笠を叩いていきました。さあ9番の相笠の先生でしたが、様の小島が叩いて最終選考か。相笠はこれを出して3番手に収まりました。8番の原田も仕掛けていって、さあうまくこの3番手を取りました。1番のシーンは早くも切り替えて8番手になっています。2コーナーからバック、先頭は様の小島歩夢、こちらが2車で最終選考です。7番の落合が2番手、8番の原田が3番手に入って、さあ射程域に入っていますがまだ踏んでいきません。9番の相笠が5番手からまくり上げ、インをつく2番の神山、直線コースです。先頭様の小島歩夢、番手から7番の落合達彦、落合抜けて2着はどうか、6番の佐藤か、あるいは9番の相笠、